日本にすっかり魅了されたアメリカの生徒たちは、日本文化と日本人を羨ましがっています。今は日本食を毎日食べられる点も羨ましいそうです。アメリカのニュージャージー州に住む日本人主婦は、コミュニティサイトに、ヘルシーな和食弁当の熱い人気というタイトルで、記事を投稿しました。彼女の記事には、自分が子供たちに、寿司や煮干しおにぎり、梅干し、マグロのたたきなど、和食を中心に弁当を作ってあげたと掲載されていました。ところが、子供の友人たちは、昼休みになると、子供のお弁当を見て、一口だけ食べさせてほしいと、列を作ったそうです。学校を卒業した後も、その友人たちは、和食弁当について話すそうです。健康的なメニューを中心に構成された日本の学校の給食の高い水準は、すでに日本に住んだ経験のある外国人を通じて昔から注目を浴びていました。最近ではアメリカの学校の給食の写真が世界中の学校の給食と比較され、人々を驚かせました。オンラインメディアのデイリーメールは最近、世界中の学校の給食の写真を紹介しました。他の国と比較すると、アメリカの給食が不十分に見えました。揚げてから時間がかなり経ったようなチキンナゲットと、缶詰から取り出したばかりのエンドウ豆数粒、パサついたホットドッグなどが、アメリカの生徒たちのトレイに載っていました。アメリカの学校給食制度は、前から批判を受けてきました。アメリカの学校の給食のメニューは地域によって異なりますが、メイン料理、副菜、デザート、飲み物などを自分で選ぶようになっており、高カロリーのメニューが多いです。アメリカの学校の給食費は食券や現金で計算する方法と、オンラインアカウントにお金を振り込んでおけば、その額の中で子どもは給食を買うことができるようになっています。そのため、給食費を滞納した場合、給食費を出して昼食を食べなさいと、生徒のトレイをゴミ箱に入れる先生もたまにいます。それにアメリカの給食はファーストフードとインスタント食品ばかりで、新鮮な野菜と果物がないことが多いです。このような不健康なメニューのせいで、アメリカでは成人病や肥満などの健康問題が深刻化しているそうです。先進国であり、強国であり、金持ちの国では大部分の人々が不健康な食べ物を食べています。アメリカの給食の写真を見ると、ファーストフード大国らしく、コーンやマフィンなど料理と呼ぶのが恥ずかしい食べ物が給食として提供されます。最近では高校生の息子が毎日食べる給食の状態を確認した父親が抗議文を掲載して話題になりました。イギリスのデイリーメールは、アメリカのニューヨークのある高校で生徒たちに提供している給食の実態を写真で公開しました。アメリカのニューヨーク州に住んでいる男性クリストファー・バンジェロさんは、自分のフェイスブックに数ヶ月間息子が食べた給食の写真を載せ、大きな関心を受けたことがあります。当時クリストファーさんは、お昼に息子が送ってきた給食の写真を掲載しました。公開された写真の中には、小さな牛乳1パックとご飯、チキンナゲット4つ、状態があまり良くない人参が写っていました。高校生が食べるには栄養素が足りないように見えました。クリストファーさんは、パリッシュビルの学校の給食は少し足りないようですとし、身長が195cmの息子はもちろん、低い身長の生徒たちもこの量では足りないでしょうと話しました。そして子供たちは、食べ物だけで十分なエネルギーを決して得ることができなかったはずですと批判しました。彼は続けて、しかも給食室に遅く訪問した学生たちには干からびた人参さえ与えなかったそうです。息子は食べる気になれないとして、給食を拒否していますと怒りをあらわにしました。このように高校で提供中の質が悪い給食の写真が公開されると、保護者だけでなく現地の人々たちも怒りを禁じ得ませんでした。特にライカーズ島刑務所で仕事中の関係者は、受刑者たちもこれより良いものを食べていますとして、事態の深刻性を伝えました。クリストファーさんは、今まで息子が写真を撮って送ってきた学校の給食を追加で公開しました。該当写真には、トレイに牛乳1パック、みかん半分、手のひらほどの大きさのパンなど、誠意のない食べ物が写っていました。
この写真によって物議を醸すと、学校側は子どもたちに公平に配っています。生徒たちには写真に写っている給食より果物や野菜を追加で提供し、ナゲットももう一つ追加することにしましたと主張しました。しかしこのような釈明はさらに多くの人々の怒りを買い、現在学校側は解決方法を改善するために話し合い中だと伝えました。ですが生徒たちの給食の写真を見て怒った保護者たちは、業者の調理施設を訪問するなど、この3ヶ月間実態調査を行いました。その結果、給食の栄養や品質が大幅に低下し、量も大幅に不足していることが分かりました。料理はすでに4日前に調理され保管されていましたが、環境ホルモンを排出するプラスチック容器に入ったまま再加熱されました。保護者たちは給食業者の利益のために生徒たちの健康が犠牲になっているとして請願運動を始めました。これと関連した内容を扱っていたアメリカのあるメディアの記者は、各国の給食水準を確認してみたところ、日本の給食を発見して驚愕したと明らかにしました。メニューの構成とクオリティが他国とは比べ物にならないほど最高の水準を誇っていたからです。最上級の食材の使用はもちろん、栄養士たちの真心が加わった給食は人々に衝撃を与えました。アメリカ人記者はこの驚くべき事実をコラムに書くために日本行きを決心しました。日本を訪れた記者は給食室を見学した際の話をコラムを通じて伝えました。それではドナルド記者のコラムを少し見てみましょう。今は朝の6時です。日本で迎える朝は静かですが、なんだか慌ただしい感じもしました。前日のフライトでとても疲れていましたが、私は休んでいる暇がありませんでした。日本人は朝早くから働くことを知っていたからです。アメリカでは出勤前にモーニングコーヒー1杯と焼いたパンくらいは食べられたのですが、この日は全てを諦めました。一番驚いたのは日本の勤務時間が52時間だということでした。私は急いで出勤準備を終えて学校の給食室に向かいました。朝早くから人々がすでに集まっていて、賑やかな光景を見ることができました。調理場は予想していたのとは違い、とても綺麗で整理整頓が行き届いていて、どこに何があるのかすぐに把握することができました。こちらで勤務されているほとんどのスタッフたちは、子どもたちが皆この学校に通っていると言いました。母親としての責任感がさらに良い料理を作らせているようです。最初は食材を納品してもらうことから始まります。料理に使用する野菜と肉類の品質を確認したところ、一目で見ても最上級の状態を誇っていました。このように素晴らしい食材で作った給食を無償で提供しているなんて本当に驚きです。ここで働いているスタッフたちは自分が何をすべきかきちんと把握していて、テキパキと動いていました。その姿から無駄に時間を過ごさないという決意さえ感じました。朝9時から11時までは食材の下処理を終えて調理を始めます。数多くの野菜や肉を一つ一つ手入れして調理する姿は本当にすごいと思いました。調理場には巨大な炊飯釜がお米を待っていました。スタッフたちはお米を丁寧に注ぎ、適当な量の水を入れました。私が一度持ってみましたが、とても重かったです。数十個を超える炊飯釜を巨大な炊飯機器に移動する作業をスタッフたちが言っていました。私はスタッフに大変じゃないですかと尋ねました。すると、私たちの子供たちに食べさせるものだから大変だと思いませんという返事が返ってきました。炊飯釜を炊飯機器に移す作業を終えて、私は料理が調理される大鍋があるところに向かいました。何を作っているのか聞いてみたら、味噌汁ですという答えが返ってきました。スタッフは少しも休まず大鍋に入った味噌汁をかき混ぜていました。それが果たして必要な動きなのか気になったので、もう一度スタッフに尋ねました。スープは混ぜなくても完成しませんかと言うと、熱がまんべんなく伝わってこそ美味しくなりますという返事が返ってきました。私は2から3回ほど味噌汁をかき混ぜるのを手伝いましたが、申し訳ないと言って素早くその場から逃げました。
そこにずっといたら苦労すると思ったからです。給食室は活気にあふれていました。横の方では熱いフライヤーでカリカリのとんかつを揚げていました。調理場は換気がうまくできない環境なので、スタッフたちが大変そうでした。このすべてを細い体で全部やりこなしている日本人のお母さんたちが本当にすごいと思いました。自分の子供たちに食べさせる食べ物だと真心を込めるしかないという返事には心から感動しました。ある程度料理が完成しました。そしてスタッフたちは料理を銀色のおかず入れに並べました。私も積極的に助けたつもりでしたが、もっと丁寧に行ってくださいとある方に叱られてしまいました。12時になると遠くから子供たちの茶目っ気あふれる笑い声が聞こえてきました。子供たちは並んで配膳を受け始めます。彼らは嬉しそうにいただきますと力強い挨拶をしました。本当に可愛いです。子供たちの挨拶を聞いたら、今日仕事で溜まった疲れが吹っ飛んでいくような気がしました。もちろん私が手伝ったことは大したことではありませんでした。日本の子供たちは給食の時間に食事のマナーも学ぶようです。しかし感動する暇もなく、給食の時間が終わるともう一度トレイを洗うために動きます。スタッフの方が休んでこそ私も少し休めるのに、そのような様子を見せないので顔色ばかり伺っていました。給食室の中ではトレイを洗剤で洗う人と水で洗う人が別にいて、きれいに洗えたのか確認する人もいました。それぞれの役割が全て重要に見えました。そうするうちに、突然あるスタッフの方が椅子を持ってきて天井の換気口を掃除し始めたのです。私はその光景を見て驚愕しました。まさかこんな大掃除を毎日しているのではないですよねと慎重に尋ねましたが、その人は毎日行っていますよと答え、黙々と掃除を続けました。床も水をかけて洗い流し、乾いたモップで水気を拭けばこの日の掃除が終わります。給食室で一日の仕事をすべて終えたスタッフの方々はその時になってようやく席に座ってティータイムをとっていました。高価なお茶でもなく緑茶のティーバッグを紙コップに入れてお湯を注いで作っていました。その緑茶をゆっくり飲みながら、スタッフの皆さんは疲れをとっているようでした。もちろん私も飲んでみました。その緑茶一杯が疲れをとるのに最高だということを私も日本に来て実感しました。日本の給食室を担当するすごいスーパーウーマンたちがいるから、日本の給食が驚くべき惨事を受けることができるということを私はこのコラムを通じて皆様に伝えたいです。日本のスーパーウーマンたちを遠いアメリカから応援します。コラムはこのように締めくくられています。アメリカの記者のコラムと同じように、日本の給食は栄養価があり質の高いメニューで世界的に高い水準を誇っています。他の多くの国も日本の給食の水準を非常に高く評価しています。この点は何度も話しているので多くの人々が知っているでしょう。ご飯とスープ3から4個のおかずで構成されている給食には、海鮮と野菜、果物、サラダ、肉類など多様なおかずが提供されます。こんな栄養満点の給食を美味しく食べられるのは本当に幸せなことです。仕事で忙しい両親たちはお弁当を作ってあげる必要がなく、子供たちは専門栄養士が考えたメニューで体発達に必要な栄養素を補充できるからです。最近では給食が学校のイメージを代表する要素にもなっています。日本の学校の 94% では1000万人以上の小学生と中学生に給食が提供されます。日本の学校の給食は毎日学校の調理担当者が料理を準備します。また学校の運動場で栽培し、生徒たちが世話をしている野菜は日替わりメニューの材料として使われます。この方法を通じて子どもたちは幼い頃から望ましい食事の取り方を学習することができるのです。日本の学校の給食が特に良い点は、昼休みを休み時間ではなく教育時間として考える点です。給食の時間は子どもたちに食事を提供し、テーブルマナーや掃除といった重要なことを教えてくれます。
日本政府は子どもたちに良い食習慣を教える責任を真剣に受け止めています。日本の学校の子どもたちはリサイクル可能な箸と布製の食卓マット、口を拭くことができるナプキン、コップ、歯ブラシなどを用意して給食授業を待ちます。教師も教室で一緒に座って食事をしながら子どもたちと時間を過ごします。何よりも食生活を教えるので、あまり食べない子どもたちを教育します。また食事が終わるとみんなで歯磨きをして一緒に掃除をします。このように日本独特の給食授業はアメリカのような他の国に良い手本となっています。いつの間にか日本食は日本人だけのものではない世の中になりました。日本を愛する外国人は日本人になりたいと思うほど日本を愛し羨ましがっています。特に日本の給食はいろんな国に多くの教訓を与えているようです。これからも日本の給食がもっと多くの国を驚かせることを願っています。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。渋谷のある路地の入り口から外国人男性の悲鳴が聞こえてきました。そこには大勢の人が集まっていて、外国人男性を一瞬にして倒した日本人が立っていました。思いもしなかった結果に多くの海外のネットユーザーは驚愕を禁じえませんでした。果たして路地で日本人と外国人には何が起こったのでしょうか。もう少し詳しく彼の話をご紹介いたします。こんにちは、私は21歳の智也と申します。私は日本の特殊部隊に入るために準備中です。なぜなら私がこの前本当に素敵な場面を目撃したからです。男なら特殊部隊に対する夢があるでしょう。それは私も同じです。全世界のほとんどの国は特殊部隊を保有しています。特殊部隊は自国が国力を投射するとき一番先に投入される強襲上陸部隊であるだけに、海と陸地の両方で戦闘できる能力がなければなりません。戦場で特殊部隊がもたらす戦力的価値は想像以上で、最近のような非対称戦争と沿岸作戦の時代にはさらにその重要性が高まっています。特殊部隊がもたらすメリットがあまりにも大きいため、多くの国が困難に直面していても特殊部隊の規模と能力を増強させようと努めているのでしょう。その中でも日本の特殊部隊は兵力や規模の面でも世界中の特殊部隊の中でアメリカの特殊部隊に劣らないレベルを誇っているそうです。特に日本の特殊部隊員は生まれるものではなく作られるものだという言葉があるほど、戦闘力だけはアメリカとともに世界最強だそうです。さらに私には特殊部隊に志願する大きなきっかけがありました。それは先週起きました。私は同じ学科の友人と夕食を食べてビールを飲みに渋谷に行きました。私と友人は小さな居酒屋でビールを数杯飲みました。遅くなる前に私と友人は家に帰る準備をしていました。ビールも飲みましたし、夕方でしたが風が吹いて天気も良かったので気分よく楽しく歩いていました。そしたら突然後ろから誰かが私に肩をぶつけてきたのです。なんだよと後ろを振り返ったら、かなり体格の大きいアメリカ人が私を睨みながら去っていきました。髪を後ろに結んだその男の迫力に私は一瞬圧倒されてしまいました。どれほど大きかったかというと、プロレスラーと同じくらいでした。私は静かに口をつぐむしかありませんでした。なぜなら当然私が負けると思ったからです。私はまずすみませんと言いました。私が悪いことをしたことは一つもありませんでしたが、自然に謝ってしまうほどの迫力だったのです。そばにいた私の友人も一緒に謝ったのに、突然そのアメリカ人は私たちに東洋人だという理由で喧嘩を売ってきました。正直なところ私と友人は怖かったですし、彼と関わりたくなかったので無視しましたが、アメリカ人男性がずっと後をついてきました。気分が本当に悪かったのですが、私は友人に目で合図を送って早歩きで進みました。ところがそのアメリカ人男性がまた別の人に肩をぶつけてそのまま歩いていったのです。もちろん一言の謝罪もありません。
他人の国に来て大きな体で喧嘩まで売ってきたので気に入りませんでした。そしたら友人があの人の顔をどこかで見たというのです。検索してみたらアメリカで結構知られているプロレスラーでした。私はプロレスラーの世界に詳しくないので名前は知りませんが、友人は彼の顔を見てかなり興奮していました。ところがプロレスラーの言葉に耳を傾けてみたら、日本人男性はみんな弱いと日本人をけなしていたのです。私は高校の時に英語の勉強をかなり一生懸命したので、アメリカ人の英語くらいは聞き取れます。私が体格さえ似ていれば彼に近づいて一言ガツンと言ってやるのに、そうできない現実が少し悲しかったです。ところがその時アメリカ人プロレスラーがまた別の日本人男性に肩をぶつけて歩いていきました。ところが肩をぶつけられたその日本人男性は我慢しませんでした。彼は英語でアメリカ人を呼び止めたのです。その光景を見た私と友人たちは何かが起きそうだったので二人の行動を見つめていました。その日本人男性は小柄でしたが迫力があったからです。おい、人にぶつかったら謝るのが常識だろ、日本人男性がとても流暢な英語でアメリカ人に言いました。発音も完璧でした。するとアメリカ人プロレスラーは、おい、何を言ってるんだと言いました。その瞬間路地の雰囲気が一気に静まり返り、私たちの表情は凍りつきました。日本人男性はふっと静かに笑いました。日本人男性の呆れた表情にアメリカ人プロレスラーはカッとなったようでした。突然取っ組み合いになってもおかしくない状況でした。お前、俺を見て笑ったのかと拳を振り上げたアメリカ人プロレスラーの腕が突然後ろに回され、悲鳴が鳴り響きました。日本人男性が一瞬にして彼の手を後ろに回して押さえつけ、反対側の手も動かせないようにしたのです。私はブルース・リーが現れたのかと思いました。路地にいる人々の悲鳴と歓呼が同時に鳴り響きました。本当に嬉しかったです。一般人があんな素晴らしい技術を一体どうやって身につけたんだ。わあ、私も習いたい。こういう思いで二人の行動を見守っていました。アメリカ人プロレスラーは手を後ろに回され、おどおどしながら周囲を確認し逃げ出そうとしていました。彼は自分が思っていた状況とは違って戸惑っているように見えました。自分の筋肉質な体や力なら日本人男性のような東洋人くらいはいとも簡単にやっつけられるという自信があったはずです。あっという間に路地は人々でいっぱいになりました。私と友人はポカンと口を開けて日本人男性の俊敏な動きに感嘆しました。男の私が見てもとても格好良かったです。アメリカ人プロレスラーは日本人男性のせいで身動きが取れなくなりもがいていました。よく見ると日本人男性の腕は筋肉質で力も強そうでした。彼はアメリカ人プロレスラーの手を強く引っ張って苦しめていました。結局アメリカ人プロレスラーは日本人男性に謝り、その後やっと両手が自由になりました。突然の攻撃に驚いたアメリカ人プロレスラーは、市民が大勢集まっていたせいか、それとも恥ずかしかったせいか、一目散で逃げていきました。こんなことなら私も一発殴ってやるべきでした。情けなく逃げていく姿を見て私はかわいそうだなと思いました。アメリカ人プロレスラーがいなくなると周りにいた女性や市民は拍手をしました。なんだかすっきりした気分でした。日本人男性は照れくさそうな顔で笑ってその場を去っていきました。私は心の中で本当にすごい、かっこいいと叫びながら、あんなに強くなるためにはどんな運動をすればいいのか考え込みました。そしたら突然隣にいた友人が、あの人知ってると言ったのです。友人の話によると彼は他の学科の友人のお兄さんで、名前は水野さんでした。彼は元特殊部隊員だったのです。私は水野さんの元へ走っていき、ちょっと待ってくださいと言いました。彼は驚いた顔で振り向いて何事かと尋ねました。一つ聞いてもいいですか。水野さんはうなずきました。コーヒーをおごってあげたいです。私の突拍子もない言葉に彼はかなり驚いていました。
それで私は他の誤解を招きたくなかったので、特殊部隊について話を聞かせてくださいと言いました。私たちはカフェに移動し、どうしてそんなに強いのか尋ねました。すると水野さんは謙虚に、私が元特殊部隊員だからだと思うと言いました。軍隊にいた頃に訓練をたくさんしたからとはいえ、あんなに格好いいなんて、私は驚くことばかりでした。特殊部隊は最前線に投入されるため厳しい訓練過程を経るので、強大な戦闘力を持っているそうです。日本の特殊部隊について聞いたことがある外国人なら、日本の特殊部隊員たちの一人一人の技量が最高水準だということぐらいは知っているはずです。私は外見は優しそうなのに、そのような強さが秘められている水野さんから目が離せませんでした。また軍隊で作った体が元に戻るのが嫌で、除隊しても運動を続けていると言っていました。特殊部隊を除隊した男性たちはみんなそうなのかと聞くと、ほとんどがそうだと話してくれました。それで私は特殊部隊の迫力に魅了され、あれから特殊部隊について検索ばかりしています。私もアメリカ人プロレスラーを一気に倒した水野さんのように、素敵な特殊部隊員になりたいです。ともやさんが掲載した投稿文には、海外のネットユーザーのコメントが数万件も寄せられました。その中でも目立ついくつかのコメントをお伝えします。わあ、日本の男性がこんなにセクシーだとは思わなかった。彼の凛々しい筋肉が目の前に浮かぶ。日本に行って日本人男性と付き合いたい。とてもかっこいい。プロレスラーは日本人男性を見下して大恥をかいた。山椒は小粒でもピリリと辛い。私がプロレスラーだったらもう二度と日本に来られないなど、様々なコメントが残されました。日本の代表的な特殊部隊としてはサットが挙げられます。サットはスペシャルアサルトチームの略であり、対テロ専門部隊として公共の安全を保護するために強大な戦力を誇る警察部隊です。この部隊は国内外の高官が町や行事に登場する際に安全を提供するだけでなく、銃器対策、爆発物処理及び山岳救助のための役割を果たします。また大きな災害や暴力事件または暴動が発生した時も大きな役割を果たします。さらに国家的危機状況と重要施設占拠及び拉致のような重大な事件に対応します。SAT は現在2018年2月に首都圏の高速道路で訓練を実施して以来、一般に公開されていません。特に SAT は厳格な選抜テストの他にも、ヘリコプターから下降したり狙撃したりする訓練もあるので、強靭な肉体力と精神力が求められます。各種のテロ事件や銃器などの武器を使用する事件など、緊急事態が発生した時に出動するので、常に落ち着いて対応しなければなりません。このように国の困難な事件を担当する日本の警察によるダークヒーローサットの誕生を語るには、1972年9月5日に遡らなければなりません。当時ミュンヘンで開催されたオリンピックでは、パレスチナ武装組織のメンバーがイスラエル選手11人を殺害する事件が起きました。そして翌日、日本の警察はこうした事件を解決できる特殊部隊の編成に取り掛かりました。当時日本の警察はテロに対応できる技術も経験もほとんどありませんでした。これは西ドイツの警察も同様で、未熟な対応でイスラエルの選手たちが殺害されることを防ぐことができませんでした。これはミュンヘンオリンピック事件の当事者であるドイツを皮切りに、多くの国が対テロ部隊の必要性を身に染みて感じるきっかけとなり、日本もこの流れに加わることになりました。日本の警察は全国の機動隊に特殊部隊を設置し、特殊部隊は専門性を求める事件を防ぐために銃や爆発物に対応できる装備を備えました。しかし当時の隊員たちは、名前だけ特殊部隊なので何からすればいいのか見当もつかない状態でした。そして訓練も年に数回するのが精一杯の状況でした。そんな中、1977年9月28日、日本赤軍が日本航空472便をハイジャックする事件が発生したのです。
これにより日本政府は特殊部隊員23人の派遣を検討しましたが、日本航空472便が着陸したバングラデシュ当局に拒絶され、何もできませんでした。結局日本は犯人側の要求を全面的に受け入れることになりました。この事件の後、日本の警察はより実践的な訓練に突入しました。その後、1977年10月20日から隊員の面接を開始し、11月1日に機動隊、霊中隊として対テロ作戦部隊が創設されます。名前だけ特殊部隊だった彼らはついに1979年1月26日に大活躍します。当時三菱銀行には猟銃で武装した犯人が乱入し、人質事件を起こしました。すると日本の警察は隊員7人にトレーニングウェアを着せて銀行に突入させ、拳銃8発を撃って犯人を制圧するのに成功します。このように成功的に活動を開始した霊中隊は、1995年6月21日の人質救出作戦にも成功し、1996年4月1日に正式に警察特殊部隊の存在が発表されます。その後、2000年から2001年にかけて SAT は機動隊と独立した組織となり、2005年には規模が大きくなり現在に至ります。実は SAT だけでなく、日本には4つの対テロ特殊部隊がありますが、その中でも特殊作戦群は2004年3月に奈良市の駐屯地に創設された陸上自衛隊の唯一の対テロ部隊です。隊員たちは陸上自衛隊の中から選抜され、体力はもちろん知的能力も優れたエリート集団です。特殊作戦群の英語名は SFGP で、中央即応集団傘下で特殊任務を担当しています。しかしこの部隊のリストと隊員の写真は非公開で維持され、実態はベールに包まれています。現在隊員は機密に分類されていますが、約300人の隊員が SFGP で勤務すると知られており、一般人の好奇心をかきたてます。この部隊の合格率はわずか 3% と言われています。その理由はレンジャーと空挺双方の資格のほかに体力要件が厳しいからだそうです。アメリカ陸軍特殊作戦コマンド霊下にあるグリーンベレーやデルタフォースと類似しています。このように SFGP は日本の陸上自衛隊で特別な役割を果たしたことから、日本のグリーンベレーと呼ばれることもあります。また初期の隊員はグリーンベレーと合同訓練を実施したこともあります。2023年3月16日、日本海上自衛隊公式ホームページと Facebook、Instagram、Twitter には SFGP とアメリカ陸軍特殊部隊群であるグリーンベレーが2023年1月から2月までアメリカで合同訓練を実施したと明らかにし、注目を集めました。SFGP はグリーンベレーだけでなく、SAT と合同で練習することもあります。現在まで日本で発生した様々な大事件で、日本国民の生命と財産を守ってきた SAT と SFGP は、海外の特殊部隊と交流しているだけに、決して無視できないレベルを誇っています。これからも国民の安全を担う SAT と SFGP を応援しています。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。日本人も様々な趣味を持っていますが、その中でも登山を趣味とする人たちが多いです。日本はまさに登山の王国といっても過言ではありません。登山は日本のナショナルアイデンティティの一部といっても信じるほどです。日本で月に一度以上登山をする人口は 62% に達し、一番好きな趣味の1位が登山として挙げられています。実際日本の成人の 78% が月に1回以上登山をすると言われています。しかも日本を訪れる外国人でさえ登山を楽しむ傾向に変わりつつあります。2022年の外国人を対象にしたアンケート調査で、 82% の若い外国人が東京で登山をしたいと答えていました。また2023年を基準に、日本には14,500人の外国人がいる登山同好会があるそうです。
最近は富士山に登る人の中で 30-40% が外国人で、さらに目を引きました。先日、海外の登山コミュニティサイトには登山家のジョナサンさんが日本の名山の一つである高尾山に登ったという投稿が掲載され、大きな注目を集めました。彼は日本人がこのように山が好きな理由は他国も注目している部分だとし、日本人には確かに何か違うものがあると話しました。それとともに高尾山に登る途中、目を疑うことが起きたそうです。彼に一体何が起こったのか、もう少し詳しく見てましょう。私は世界の有名な山を回る登山家ジョナサンです。私が今回行ってきた山は日本の高尾山です。高尾山は標高599m で、ケーブルカーを使えば1時間ほどで登れる手軽さが人気です。高尾山へ行く道にはたくさんのコーヒーショップが点在し、餃子やとろろそばなど名物料理もたくさんあります。また登山口まで電車で移動することもでき、アクセスも良いおかげで年間登山者数が300万人を超え、世界1位を記録したそうです。日本を訪れる外国人も大都市の近郊で豊かな自然に触れることができる高尾山の登山を楽しんでいます。何より目を引くのは山の中にある山岳信仰の象徴である薬王院です。ゆっくりと薬王院を見て回り、豊かな自然と寺院の歴史を感じながら山頂まで登ると、天気の良い時には富士山も望めることができます。またケーブルカーに乗る山の中原にはお店が並んでいて、見るだけでも楽しいです。ここは本当に大勢の人で賑わっていました。見どころがきちんと用意されている上に、グルメも美味しくて気に入りました。私はそこで高尾山の貴重な日本酒を購入しました。個人的には日本酒は韓国の焼酎より滑らかで飲みやすかったので、知り合いに渡すお土産用にちょうど良かったです。また商店の2階にはカフェがあったので、私はここでコーヒーを1杯飲みながら休憩しました。カフェとはいえメニューにはカレーもあったので、お腹が空いたら山の空気と一緒に食事を楽しむこともできそうでした。この日は思ったより曇っていて、服をどう着ればいいのか悩んだ末に少し薄着で行ったのですが、山の頂上は風も強く汗が乾くと寒かったです。皆さんは天気をしっかり確認してから厚着で行ってください。そうしないと風邪をひきます。高尾山の登山コースを登っている途中、私は何度も感嘆しました。木がとても素敵で神秘的なので、写真を何枚も撮りました。草木が鬱蒼としていて、自然が豊かな日本は山に通えば通うほど本当に広い国だという気がしました。高尾山の登山コースは6つありますが、初心者が通うには1号路が一番無難だと思います。道もよく整備されていて歩きやすいですが、坂道が少し急な部分もありました。また高い木が多く紅葉に染まったところがあって、とても美しかったです。地図には100分かかると載っていますが、私は2時間ほどかかりました。恥ずかしいですが、意外と登るのは大変でした。山の頂上に登ってからは有名な店で昼食をとりました。高尾山の名物とろろそばが売っているお食事処です。高尾山の頂上に位置するこのお食事処は1945年の創業以来、多くの登山客に愛されています。山頂が自然に囲まれているので、自然も一緒に食べるような感じがします。このそばは薬王院を訪れる参拝客の疲れを癒すために、そばにとろろを入れたのが始まりだそうです。日本での初登山を無事に終えた私は翌日、御嶽山にも登りました。御嶽山は標高 929m で、東京都青梅市に位置していますが、古くから山岳信仰の霊場として発展してきた山だということで行ってきました。特に御嶽渓谷は日本の名水百選に指定された景勝地で、自然豊かな渓谷美が有名で、秋の紅葉シーズンには多くの人が訪れるそうです。またカヌーや釣りの聖地としても知られており、ラフティングやボルダリングなどのアウトドアを楽しむ人もかなり多いそうです。高尾山のように御嶽山もケーブルカーや登山道も整備されていて、
気軽にハイキングを楽しむことができました。山の中には眺望の優れた広場や長尾平、大小8段の滝が流れる七台の滝、苔むした岩の間から澄んだ水が流れる小さな渓谷の景色が魅力的なロックガーデンまで、見どころが本当に盛りだくさんでした。また山頂には武蔵御嶽神社があり、日本の狼を守護神としていることからお犬様と呼ばれているそうです。そのためか最近は愛犬の健康を祈る人たちにも愛されているところだと聞きました。この山は東京というのが信じられないほど大自然が広がっていました。ところが決して容易ではない登山コースに50代から70代の年配の方々が私の前を力強く登っていく姿を見て驚きました。彼らは苦しそうな表情もせず熱心に登っていました。それだけでなく、少し苦しんでいる私に呼吸を整え歩幅を減らさなければならないとアドバイスをして励ましてくれました。山を登る途中であった日本人たちの優しさは私の心を温めてくれました。日本人の登山客は疲れた表情を見せず、みんな元気いっぱいの笑顔を浮かべて、通り過ぎるたびに頑張ってくださいと声をかけてくれました。面識のない他人であるにもかかわらず気兼ねなく挨拶する姿に私は感動しました。日本の登山で一番興味深かったのがこういう登山客の情でした。休憩がてらにチョコバーやおやつを食べる時もお互いに少しずつ分けて食べていました。一人で来た私にも日本人登山客は声をかけてくれて、おやつを分けてくれました。彼らからその日もらった食べ物とおやつだけでも8人分くらいあったと思います。そのように登山中ちょっと空腹を満たすためにいろんな人と集まって感触を食べて幸せいっぱいになりました。生まれて初めて人の温かみを感じたと言っても過言ではありません。年齢と人種、国を越えて皆が一つになるというその感覚は簡単には感じられない感情でした。日本人は予想以上に親切で素晴らしかったです。同じ言語を使わないのに親切な日本人のおかげですぐに打ち解けることができました。またおばあさんとおじいさんたちがたくましく山を登る姿に感嘆せざるを得ませんでした。ほとんど50から70代の方々でしたが、30代の私を超える体力と精神力、そしてすれ違う人々の安全までチェックする日本人の細心さに惚れてしまいました。私は一人の日本人に尋ねました。その年でどうしてそんなに山に登るのが上手なんですか、するとおじいさんはこう答えました。日本人だからです。この返事だけでも答えになってしまうのです。私が知る限りでは日本の山はこれよりもっと険しくて急なところが多いのに、日本人たちは毎週そんなところで山登りしているので、私のような人は登山家と言えないでしょう。日本にはいろんな山が都市の近くに位置している点が本当に羨ましいです。外国人たちは決心して出発しないと楽しめませんが、日本では散歩するのと同じくらい簡単なことです。これは日本の四方が山でできているからだと思います。日本の山が与えるエネルギーとよくできた登山路は私の感嘆を誘いました。山頂からは周辺地域の美しい風景を鑑賞することができ、日の出の瞬間を一緒に見ることができました。また山頂から見える壮大な景色は私に平和な雰囲気を感じさせてくれました。御嶽山は歴史的な価値を持つ山としても有名でした。現代まで様々な文化財が発見された上に、御嶽山にある神社は中世時代の建築様式を見せていて、多くの観光客が訪れていました。多くの人が行き交うのに、御嶽山は自然環境保護のために徹底的に管理されているという点にも驚きました。登山客はみんなゴミを捨てずに自分のカバンに入れて持ち帰り、神社でも静かで礼儀正しい態度を保っていました。私は多分日本に住めば毎日山に登りそうな気がしました。さらに色鮮やかに染まる山の風景にも圧倒されました。日本の山ほど鮮やかな景色は初めて見ましたし、全てが気に入りました。日本の山は初めてなので比較的簡単に登れる高尾山と御嶽山を選びましたが、次回は富士山に登ってみたいと思いました。
なぜなら、たくさんの山の中で、日本人に一番人気のある登山スポットが、富士山だからです。名山なだけに、登山客にも人気の山で、2022年夏季の富士山の登山者数は、なんと16万人だったそうです。でも、一般人が富士山に登山できる期間は、7月1日から9月10日の約2ヶ月間なので、非常に短いです。なぜ登山が可能な期間が、こんなに短いのか気になったので調べてみたら、富士山は標高が高いため、雪が溶けるまでにかなりの時間がかかるからだそうです。そのため、雪が溶けていない時期や、雪が溶けた直後は、登山道を利用するのが非常に危険なので、富士山では雪が溶けた後に、すべての登山道や山小屋などの施設を整備し、一定期間だけ一般にオープンしているのです。登山の専門家に限って富士山の登山を許可する場合もありますが、登山中に死亡事故が発生する場合もあり、難易度が非常に高く危険だと言われています。こういう話を聞くと、プロの登山家として富士山に行きたがるのは無理もないことです。それに登山から下山まで8時間以上を要するので、登山のために準備しなければならないことがかなり多いです。おそらく山荘で1泊する1泊2日のコースが一番安全だと思います。日本の山に通いながら、個人的にかなり驚いたのは、トイレがとても綺麗だったことです。山に位置しているのに管理が行き届いており、有料ではなく無料という点には羨ましいとも思いました。今私は雪が降る前に日本の名山富士山に登ることを計画しています。私と一緒に富士山に挑戦する方を募集しています。関心があれば私の投稿にコメントを残してください。ジョナさんの投稿には数多くのコメントがつき、反響が大きかったです。日本では70代が山に登れるなんてすごい。日本人の精神力は認めべきだ。山に登るときは自分のことで精一杯のはずなのに、他人まで気遣う姿に感動した。私も一緒に登りたくなりました。日本人の先生に登り方を教わりたいです。日本人は昔から山に登るのが上手だと聞きました。あんな実力なら80歳になっても山に登れそうです。日本人は基本的に童顔遺伝子があるので体も老けないみたいです。また実際に日本で登山をした経験がある海外のネットユーザーのコメントも目立ちました。彼らのコメントを見てみます。日本に住んでいた頃が懐かしいです。山に登ると景色が本当に美しかったです。日本でハイキングするのが簡単な理由は、どこに行っても山があるし、また電車で行くのも簡単だからです。私が日本で山を登りながら一番好きなのは、山に登った後に温泉を楽しめる場所があることです。汗をかいてから入る温泉がどれだけ幸せなのか言葉では表現できません。私も東京に住んでいましたが、近くの山へよく登りに行っていました。御岳山は本当に美しいところです。日本の11月の景色は本当に素敵です。紅葉が赤く染まってる部分もあり、まだ緑の葉っぱが残っている部分もあります。山全体が赤、オレンジ、そして黄色で覆われれば、本当に美しい壮観が演出されるでしょう。私は経験が浅いからあまり語れないです。私がやってみた登山は全部日帰りでした。朝早く出発して山に登り、午後に下山して温泉に行くのが定番のコースでした。富士山は相変わらず日が進まないです。日本はどこに行っても山があります。私は高尾山しか行ったことないですが、機会があれば富士山に登ってみたいです。日本で一番有名な山なので、どれだけ大変なのか楽しみです。日本人は登山を楽しむ人が大勢います。私が富士山に行ったその日も、山に登山客が数千人はいました。日本人の登山については、海外のメディアも注目しています。ニューヨークタイムズは、アメリカ人に西部があるなら日本人には山があると評価しました。アメリカ CNN では、日本で山登りするときに、おすすめの素敵な山7選を紹介したことがあります。この山には、富士山、大山、石鎚山、北岳、御嶽山、そして白山などが挙げられました。CNN は、この山々を日本に行くなら、必ず訪れるべき名山だと伝えました。
行かないと後悔するだろうと、日本の名山の美しさを絶賛しました。美しさと歴史的な価値を経験したい方なら、ぜひ日本の山に登ることをお勧めします。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。先日、日本人の民度や全業が世界中に知れ渡り、大きな注目を浴びたことがあります。ある中国人観光客が日本を旅行中にカバンをなくしてしまいましたが、手元に戻ってきたという話でした。当時、中国人観光客はクレジットカードと10万円が入ったカバンをなくしてしまい困っていたそうです。しかし、カバンを拾った日本人が警察に提出したため、持ち主の元へ返すことができました。この中国人観光客は日本の治安状況について感動し、驚きを禁じ得なかったそうです。このニュースを見た多くのネットユーザーは、中国だったらカバンは決して戻ってこなかっただろうとし、日本だからこそ可能なことだと絶賛しました。中国人もやはり日本の落とし物検索システムがどの国よりも優れていると言っていました。今回も日本人の善行に関する話をお伝えしたいと思います。ある中国人の妊婦さんはママコミュニティサイトに該当の記事を掲載し、この話が拡散されることを願っていると頼みました。果たしてこの中国人女性に何があったのでしょうか。彼女の話を詳しくお伝えします。私は中国の伊海市に住んでいるチウエンと申します。私が住んでいる伊海市は小さいですが、休養地として有名で美しい港湾都市です。日本ともそんなに遠くない距離にあって、交流が多い上に多くの日本人が住んでいます。私は数ヶ月前に経験したことを皆さんに伝えたくて、この記事を書くことにしました。また面識のない私を助けてくれた方にもう一度感謝の挨拶をしたいと思ったのです。今でも私はあの日のありがたさをどう表現すればいいか分かりません。彼女がいなかったら、私のお腹の中で育っていた大切な命が大変な目に遭っていたはずです。だから私はもっとできるだけ多くの人に彼女の温かい思いやりがある行動を知らせたいです。2ヶ月前のことです。その時、私は臨月で、普段も赤ちゃんと私の健康のために散歩を楽しんでいました。私はいつもと変わらず玉城緑郎公園で自然を見ながら歩いていました。心の中で赤ちゃんに、あなたも気分がいいでしょと声をかけながらです。赤ちゃんが生まれたらベビーカーを引いてここに来ることを考えると、とても幸せな気分になりました。平日でしたが、人がたくさんいて、みんな塔などを見ながらそれぞれ楽しんでいました。そうやってゆっくり歩いていたら、一瞬クラッとして倒れそうになりました。それから下腹の方に激痛が走りました。お腹の子が蹴った時に感じる痛みとは次元が違いました。私は突然の痛みに気が気でありませんでした。そして足の間から何かが流れる感じがしました。私はまさかと思いましたが、赤ちゃんが出ようとしているようでした。その後、大量の羊水が流れ、私は初めて感じる恐ろしい苦痛に悲鳴を上げてしまいました。私は結局その場にお腹を抱えて座り込んでしまったのです。私は歯を食いしばって、助けてくださいと助けを求めました。しかし、痛みに耐えながら発した言葉だったので、声が小さく周りの人を呼ぶことはできませんでした。誰かが私の話を聞いてくれることを願いながら、もう一度助けてくださいと泣きながら声を出しました。顎からは冷や汗がだらだら流れ出て、私は気を失う直前でした。周りに数多くの人がいましたが、悲惨なことに誰も私の元へ来てくれなかったのです。ただ一目見て無視していくか、もしくは公園を見て回るために私を避けていくだけでした。お腹の痛みはますますひどくなり、口からは悲鳴しか出ませんでした。助けてください、もう一度叫んだ時、誰かが私に近づいてきて座るのが感じられました。少し目を開けてみたら、短い髪で白いシャツを着た中国人女性が立っていました。彼女は中国語で、大丈夫ですか、救急車を呼びますと言いました。彼女は120番に通報した後、私が気を失わないように手足を揉んだり顔を振ったりしながら見守ってくれました。
その女性以外は相変わらず誰も私に関心を持っていませんでした。女性たちは私のように妊娠して出産までしたはずなのに、心配して声をかけてくれる人がいなかったのです。その無関心な態度に私はうんざりしました。苦しむ人を見ながら、どうしてあんなに冷静でいられるのでしょうか。女性の方は救急隊員が来るまで私に声をかけながら緊張をほぐすように手伝ってくれました。そして額から流れ落ちる汗をハンカチで拭き続けました。彼女のおかげで私は呼吸も元に戻り、陣痛も落ち着いてきたことに気づきました。やがて救急車が到着しました。救急隊員は私をストレッチャーに乗せて安全に病院に移動してくれました。病院に着いた私は彼女のおかげで無事に 3.7kg の元気な男の子を産むことができました。私には本当に大切な子です。何より私と息子がこのように元気でいられる理由はその女性のおかげです。医者は少し遅れていたら大変なことになっていたと言いました。危機を抜けることができたのは私を助けてくれた中国人女性の対処のおかげでした。私と赤ちゃんの命の恩人である女性に感謝の挨拶をまともにできなかったことがとても残念で、私は救急隊員に彼女について確認しました。なんと彼女は中国人ではなく日本人だったそうです。実は中国人ではなく日本人だと聞いて私は納得がいきました。私が今まで経験したこのような親切と配慮、そして人を助けようとする国民性は中国人から一度も感じたことがなかったからです。その日私を無視していった多くの中国人たちは珍しいものを見物するかのように両目で見つめるだけでした。誰一人救急車を呼んでくれませんでした。これが私が知っている中国人の実態です。私も中国人ですが、中国で生まれたことが恥ずかしく感じるほど中国人は本当に無責任でマナーが悪いです。私が大学に通っていた頃、寮で一緒に過ごした友人が思い出されます。その友人は毎晩お酒を飲んで、テーブルの上にはいつも前日に飲んだお酒の瓶や缶と残った食べ物が置かれていました。そうしてゴミを片付けもせず放置する姿に、私は眉を潜めるしかありませんでした。ゴミを片付けてというと、酒に酔った友人は自分が起きたら片付けるからそのままにしておいてと言いながら、何事もなかったように振る舞っていました。最終的には私が片付けることが多かったので、とても腹が立ちました。私は友人に一緒に使うスペースはきれいに使ってほしいと言ったのに、2日も経たないうちにキッチンと食卓がめちゃくちゃになっていました。何度も繰り返される行動に私もいつからか諦めるようになりました。私の穏やかだった寮生活は中国人の友人のせいで毎日ストレスばかり溜まっていきました。大学の友人の非常識な行動はここで終わりではありません。友人はトイレもとても汚く使って、トイレに入るたびに吐き気がしました。特に夕方になるとトイレはめちゃくちゃでした。一体どうやって用を足しているのか、おむつがあちこちに飛び散っていて、トイレに行ってくると病気にかかりそうな気がしました。私は寮を出たかったのですが、家と学校がとても遠くて、毎日苦痛の中で学校に通うしかありませんでした。汚くて無責任なことで終わればまだいいでしょう。中国人は同じ中国人でさえ嫌気がさすほどお互いを助け合わないことで有名です。数年前、湖南省庁差しでこんな悲惨な事件が起きました。その日の朝、学校へ登校中の9歳の少年が突然ある男性に襲われたのです。男性の身長は 180cm を超え、体重も 120kg に達する巨体でした。男性は何の理由もなくこの少年に向かって凶器を振り回して首を絞め、少年は約30分間暴行された末に結局死亡してしまいました。ところが誰もこの男性を止めようとしたり、少年を助けようとしたりしなかったのです。本当に悲惨で衝撃的な事件でした。殺害現場を目撃した市民の一部はこの状況を撮影して美白に掲載しました。そうです、彼らは殺害シーンを撮影しただけで少年を放置したのです。
私が破水して公園で倒れているのを見ても無視して通り過ぎていったのと同じでした。恥ずかしいことですが、中国では困難に直面した人を見ても手を差し伸べない風潮があります。しかしこれは言い訳に過ぎず、中国が発展するには解決しなければならない課題だと思います。私も中国人ですが、彼らの無関心と無責任さにうんざりしていました。だからか顔も知らず国籍も違う私に親切と愛を施してくれた日本人女性に感謝の言葉を伝えたい気持ちでいっぱいです。私はこの記事を通して日本人の勇気と善行が2つの生命を生かしたということを多くの人々に知ってもらいたいです。そして助けてもらってみて、私ももっと良い人にならなければならないと感じました。少なくとも子供にとって恥ずかしくない親になろうと思います。この記事を見る多くの中国人たちが、日本人の民度はもちろん彼らの両親と助けようとする心を見習ってほしいです。私たちは彼らを尊重し学ばなければなりません。中国人女性のチウエンさんはこのように記事を締めくくりました。日本人女性のおかげで無事に赤ちゃんを出産できて本当に良かったです。人の命はこの上なく大切なものなので、妊婦さんは助けてもらって当然です。実は中国では他人が死ぬ危機に直面しても助けてあげない囲い感という言葉があります。一言で説明すると、自分のことでなければ助けても損ばかりするという思考を持って生きていくことで、彼らは他人の苦痛や困難を無関心に眺めることしかしません。車に轢かれたり、デートで暴力を振るわれたりしても簡単に助けの手を差し伸べません。昨年ある中国人 YouTuber は、中国人の民度がどの程度なのかを調べるために社会実験を行いました。1000万人以上が視聴したこの動画には、エレベーターの中で男性が制服を着た女子生徒にセクハラをした後、これを目撃した市民の反応を観察する内容が盛り込まれていました。しかし社会実験の結果、一部の市民を除いて大多数は女子生徒が助けを求めているのに知らないふりをして、ある中年男性は笑顔まで浮かべてセクハラされている女子生徒を傍観しました。また他の老人はセクハラが続くと視線を背けたままエレベーターを降りて逃げていきました。中国人 YouTuber は実験結果に対して痛嘆し不快感を示しました。また数年前にはひき逃げされた女性が道路でそのまま放置され、二次被害により亡くなる事件もありました。しかしもともと中国市民が他人の苦痛に鈍感なわけではなかったそうです。中国ではいわゆる法社会事件と呼ばれる出来事が起きてから、他人の苦痛を無視する現象がひどくなりました。当時この事件は中国の道徳的水準を50年も後退させたという批判を受けました。実はここには衝撃的な真実が隠されていたのです。事件は2006年に遡ります。街でバスを待っていたあるおばあさんは、出勤途中の人波に押されて地面に倒れ、しばらく体を起こすことができず横たわっていました。これを発見した労働者の大坂井さんは、バス停で倒れたおばあさんのところにすぐに駆けつけて助けました。彼はおばあさんの家族に連絡してあげて、病院でも治療を受けられるように助けてあげたそうです。しかしこのおばあさんは、むしろ自分を倒した人が同意だと名指しし、裁判所に13万元を賠償しろと訴えました。大坂井さんは当然違うと否定しましたが、おばあさんだけでなくおばあさんの家族まで彼が犯人だと言ったのです。結局二審で大坂井さんは敗訴してしまいました。大坂井さんは、今後また同じようなことが発生すれば他人を絶対に助けないと伝えました。しかし後で調べてみると、大坂井さんはこの事件の真犯人であり、自分がおばあさんを見つけたふりをして演技をしていたのでした。しかしこの真相を知らない人々の方が多いそうです。そのため良い行いをしても被害をかぶったという話に、他人を助けてはいけないという風潮が中国全土に広まるきっかけになりました。しかし私は国民性そのものが問題だと思います。
一方、日本人は誰かが助けを求めると、周りの人々が助けようと努力し、積極的に行動します。誰もこれを利用しようとしません。だから、日本人の善行と民道を、世界では褒めたたえているのでしょう。日本人の善行は、世界を感動させたことがあります。また日本人は、誰かが見ても見ていなくても、自ら率先して助けます。2022年、カタールワールドカップサッカー大会の開幕戦当時、ある日本人サポーターズの善行は、全世界のメディアで報道され、大きな話題を集めました。ある海外のインフルエンサーは、日本人が試合の後、観客席でゴミを拾っているという内容を紹介しました。当時、現地メディアは、日本のファンは本当に素晴らしく尊敬していると報道し、多くの海外ネットユーザーは、カメラのためじゃない、善意の輪を広めるという称賛が寄せられました。このすべては、バーレーンの YouTuber の男性が、TikTok に投稿した動画によって知らされました。彼は、カタールとエクアドルの開幕戦が終わった後、日本人がビニール袋を持って、多くの観衆が去った、観客席の足元に散らかっている瓶と、ゴミを拾う姿を撮りました。日本人は、一人や二人ではなく、人数がとても多かったです。動画を撮影していた YouTuber は、信じられないというコメントを残しました。日本人のこういうゴミ拾いは、大会が開かれるたびに話題になっています。この動画が拡散されると、日本人の善行は他の国にも広がり始めました。A 氏、デイリーメールは、日本のファンが自国と関係のない試合でゴミを拾い、カタールを驚かせた。日本人は2018年のロシアワールドカップでも同様の行動を見せ、同じような反響を集めていたと紹介しました。また、ニューヨークポストも、日本のファンが開幕戦でゴミを拾うというタイトルで、日本人ファンが自国がプレーしない試合の後に、掃除をしているのを見て驚いたと、驚きを隠せない様子でした。こうした善行は、ワールドカップに参加していない国々でも注目されました。ケニア紙ザ・スタンダードは、日本人の浄化活動を称賛し、彼らはカメラのためにやっているのではないようです。日本人ファンが大会ごとにスタジアムを掃除するのは、心から湧き上がる気持ちがあるからできることで、これはサッカーファンに衝撃を与えていますと伝えました。さらに、インド放送局 NDTV も、心優しい人たちが一列ごとに歩いて回り、ペットボトルなどを拾って、来た時と同じくらい綺麗な状態にして去ったと報道しました。本当に気分が良くなるニュースです。これからも日本人の高い民度が世の中を温かくすることを願っています。今回用意した動画はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。